幕開け大阪プロレス選手権試合、7月17日アゼリア大賞ホール大会、第34代大阪プロレス王者ゼウスとクワイエットストームのタイトルマッチ前哨戦で悲劇が起こった。ストームの放ったエルボーがゼウスの顔面を捉え、ゼウスは尾骨2箇所骨折の重傷を負ってしまう。この怪我でゼウスは長期欠場を余儀なくされ、タイトルマッチを行えなかった責任を取り、王座は返上。ゼウスは推薦選手としてタイガースマスクを指名し、ストームとの王座決定戦を取り決めた。大阪プロレス頂点のベルトを手に入れるのは一体どっちだ。第5試合メインイベント、大阪プロレス王座決定戦、時間無制限一本勝負、クワイエットストーム対タイガースマスク。